体調を崩しました。コロナではありません。お腹を壊しました。今日20回ぐらいトイレ行ってます。トイレとお友達です。大親友です。ドバイから帰ってくるときに、エアインディアっていうインドの航空会社の、飛行機に乗ったんですよ。結構古い飛行機で、すごい埃っぽかったんですよね。で、埃っぽくて若干喉もやられちゃって、なんかもう、やだな、様子悪いな、やだな、様子悪いなって思ってたんですけど、そこでですね、機内食で出てきたヨーグルトみたいなのがあって、それを、食べたんですよね。そしたら、なんかそのヨーグルト一口目食べた時に、なんかその牛乳をその小学校とかの汚い床にこぼして、その後モップで拭いた後みたいな匂いがして、あれこれ大丈夫かなって思ったんですよね。ちょっとこれ大丈夫かな、いや多分大丈夫なんだと思うんですよ。多分そのね、普通にちゃんとしっかり封がされてたし、インド人の方の、なんか腸内環境というか消化機能には合ってるやつなのだと思います。みんなバクバク食ってたからなんですけど、ちょっとねなんか様子悪いなーっていう雰囲気がして、ちょっと何なんですか、ちょっとその雑菌臭みたいなのがして、で僕何を思ったか、それ食っちゃったんですよね。やめとけばよかったんだけど、今考えたら。食っちゃったんですよ、それ、普通に。で、その雑巾の匂いのするヨーグルトを食べたんですけど、そっからなんかちょっとギュルギュルいってるのを感じてて、お腹が。で、そもそもその時、ドバイ、僕、あれなんですよ、ツイッターとかで言ったんですけど、泊まってないんですよね。0泊3日で行ってるんですよ。で、行きは、直行便がたまたま取れたんで行ったんですけど、帰りが直行便取れなくて、でその8月9日の、この前の日本文化チャンネルさくらさんの生放送があったんで、それに間に合うように帰んなきゃいけなくて、って考えると、そのね、そのエアインディアのその便に乗らないと、その8月9日の午前中に着けなかったんで、結局それも飛行機1時間遅れて遅刻しちゃったんですけど、でベッドで寝てない状態が5日間続いて、ちなみにあれなんですよ、ドバイに行く前の日もホストで出勤して、で、結構遅くまでお酒ガンガン飲んでて、で床で寝ちゃったんですよね。床で寝た後にあ、これ咳出てるけどコロナじゃないです、あの中にいる、やばいものを出そうとしてる自浄作用なんでコロナではないです。ご飯も食べれます、味もしっかりやります。それで、そう、前の日に、布団で寝なくて床で寝て、そのまま朝名古屋に行って、で、藤四段とか、トマホークさんとかと撮影して、で、名古屋からそのまま成田空港行って、ドバイ行って、それドバイで、ガーシーさんに会って動画撮影して、そのままその日の夜に帰ってきて、そこから、イアインディアに乗って、29時間ぐらいかけて、で、空港で、どんぐらいだろう、半日以上待機して、でそれでそれもなんかカード使えないんで金払えないから、そのロビーのクーラーがガンガン効いてるところにずっといて、でなんか体が冷えるなって思ってて、そうなんですけど金がないから、で結局僕の最近仕事してくれてるマネージャーさんが日本から、そのインドのラウンジを予約してくれて、僕クレカの使えない僕に代わって、で、ラウンジを予約してくれたので途中からそのラウンジに入れたんですけど、結構10時間ぐらいその、クーラーガンガンのその空港の硬い椅子で体冷やしちゃって、ほんでその後日本帰ってきて、でそのまま、チャンネルさくらの生放送をやって、で昨日ホスト出勤して、で昨日はそこ3代目からの、ホストが、行って、酒を結構飲んだわけですよね。酒を飲んでお腹ギュギュいってる状態で結構バカスカ飲んじゃって、で昨日も朝5時ぐらいまで飲んでて、いや結構な量その飲んだんで、で今日も普通に朝10時に起きて12時から仕事して、で今に至るんで、やってたら胃腸機能が崩壊しちゃったみたいで、今日はそれで、
しかも夜舞台の稽古があったんですけど、めっちゃトイレ行きたくて、で、まあ1時間に1回ぐらいしか、休憩ないんですけど、その1時間休憩始まったすね、バッとダッシュして、で、トイレでロロロロってなって、なんでまた戻ってきてみたいな、繰り返してっていう感じで、今に至ります。ということで、体調崩してますが、コロナじゃないです。で、明日っつうか今日か、今日、明日、明後日も普通にびっちり仕事入ってるんですけど、それはやりますんで、ありますんで、ただちょっとすいません、若干、遅れるかもしれません、いろんなことが、すいません、それだけ謝っておきます。で、ガジーさん動画、今確認待ちです。ガジーさんの確認待ちしてます。ちょっと今、ひろゆきさんとのとこで結構割と揉めてるみたいで、多分忙しいんかなっていう感じで、ちょっとガジーさんの確認取り次第出します。なんで、もうちょっとお待ちください。編集もう終わってます。で、OK 出れば公開できるんで、お待ちください。以上です。